花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾志郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました金尾志郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。今日はなんとなく雨っぽいっていうかね、雨ですね、うん、雨の武蔵小杉でございますが、まずは松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞね。今日のね、早速ゲスト、はい、いや久しぶり、若いね、女性。そうですよ、ねえ、ね、ご紹介しましょう。待ちに待っておりましたけどもですね、はい、博多からお見えになりました、はい、ね、松下さんからご紹介してください。はい、白浜さんのご紹介でね、はい、元山智美さん、はい、智美さん、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。いつ来たとやろ昨日来ました、はい、今日はね、博多弁ばっかりだとみんな思ってるんだけど。ああ、そうですね、敬語だとなかなか出ないですね。敬語だとね、そう、敬語はないの、博多弁で敬語は。いや、丁寧語はあるよね。そう、シトンシャーとかそういうのはあるんですけど、はい、あんま使うことないですね。そうだそうなの、はい、でも普通に友達と喋るときはもうバリバリ博多弁です。あ、本当何しとったとみたいな。そうそう、何しとったんみたいな。あ、それで言うとよ、いいですか。いや、九州のね、人も結構多くて、うん、だからほとんどその方言だったりとか、僕は、うん、筑豊生まれなんで、福岡でもちょっとなんていうかな、怖いところ、まあ昔怖いって言われてたんだけど今はみんな優しいけどね。でもね、そういう言葉はまた違うじゃん。はい、そうですね、博多は博多弁があるしね、全然違いますね、全然九州でもね、うん、はい、うんうん、そうか。ともみさんですけどもですね、はい、まず一曲聴きますか、CD ね。そうですね、これは白浜親しプロデュースの曲を、はい、これプロモーションビデオ僕何回も見ましたけども、ね、あ、 YouTube に、これ素敵な曲ですね。ありがとうございます、うん、タイトルは Even If You Love Me です。眠
かがでしたでしょうか、この気合の入った声。まあこれ福岡やね、やっぱね、福岡の人は気合が入ってもね、これ。そうなんですね。うん、あのね、声を聞いてね、僕はなんか、いいなとか、もうすごい今風の曲なんだけど、今風、うん、いやでもなんかこう曲作りのセンスと声の質だね、まあ、質だと思う、声質ね、声質、記憶に残る声の、うん、ありがとうございます。いつ頃から歌ってるんですか？そうですね、もうちっちゃい頃からもう歌は好きで、うん、母があのシンガーで、はい、両親とも音楽が大好きで、でだからもう小さい頃からもう音楽がゴミの周りにある環境で育ったんですよね、うん、で小学生ぐらいから合唱団に入って、うん、本当、はい、みんなで歌うことも楽しいって感じで、もうずっと歌ってますね。そうなんだ、はい、俺と全然あれが違うね、環境が。うちは布団屋だったからね。それで小学時代からそろばん始めて、はい、音楽で食うなんて言ったら許してくれなかったもん。やっぱこれ、ね、時代がね、うんうんうん、時代が時代なので、だからでもすごいね、そういう環境に恵まれて、ね、恵まれてましたね、それは本当に、うん、そうなんだ、うん、応援してくれましたしね、両親も、うん、あ、まあ、そこら辺がね、そう、お母さんもまだ歌ってらっしゃる、はい、そうですね、あ、すごいじゃない、そうなの、歌ってます、歌ってます、YouTube とかにもなんか上げたりとかしてます。え、なんて言うんですか、あ、いや、でも、わかんないですけど、元山幸代っていう、幸代さん、はい、幸代、親子でね、はい、そうですね、うん、あの白浜さんとの出会いっていうのはどういう感じになりますか、うん、あの白浜さんとは、うん、あの福岡のキャバンビートっていうライブハウスがあるんですけど、うん、キャバンビート、はい、でそこで、うん、オーディションがあったんですよ、そのギター場、うん、ギター場のオーディションっていうのがあって、あ、その私みたいにこうギターで弾き語りをしているアーティストがもう何人ぐらいとか、もう20人ぐらいそこに集まって、うん、でその時の審査員だったのが白浜さんだったんですよ。あ、なるほどね、はい、で私1回目のオーディションは落ちてしまって、うん、もうトップバッターでガチガチに緊張してしまってですね、うん、でまた2回目もあったんですけど、うん、2回目では合格することができて、うん、でそれでまあその白浜さんと、うん、まあ、ちょっとそこからその合格した人はちょっとライブとかがある予定だったんですけど、うんうん、ちょっとコロナとかでなくなってしまって、それは残念だったんですけど、うん、まあ、あのブルーリッチギターの方とか、はい、ブルーリッチギター今日もね、はい、そうです、それ本当にいいよね、うん、俺も欲しいんだけどなかなか買えなくて、いや本当にいいですね、うん、素晴らしいです、うん、それが出会いで、そうですね、うん、はい、それなんかね、聞くところによると、まあ、この曲とかはそのアレンジプロデュースか、はい、とか、ね、まあ、アレンジもそうなのかな、白浜君が、はい、40年ぶりに会ったのよ、白浜さん、昭和で歌ってる頃からの友達だから、はいはいはい、それでなんか、いや久しぶりみたいな感じで、うんうんうん、あのラジオ何回か来て、ああ YouTube で見ました、うん、そう、まあそういうことがあったんだけども、うん、なんかその海外でもね、そのシンガーとして、うん、そうですね、私もこうやっぱり日本だけじゃなくて、うん、海外のにもこう自分の曲を、うんうん、はい、出していけたらと思ってて、うんうん、それであの英語の歌詞とかで今は楽曲を書いたりとかして、うん、ね、そうなの、これね、ちょっといただいた、英語がすごく、そうそう、2021年、うん、UK ソングライティングコンテスト、うんうん、それで上位に入賞したんですよね。これは落合俊也さんっていう方が作詞作曲されて、うんうん、でそれで白浜さんがそれをプロデュースしたんですよね、うん、なるほどね、はい、でそれでさえボーカルシンガーとして、はい、そうです、うん、それだけじゃないんですよね、それで2021年、うん、同じくミッドアトランティックソングコンテスト、うん、ね、うん、これでも立派な賞をいただいたんですよ、これね、ミッドじゃない、ミッドでしょ、ミッド、ミッド、ミッドはね、素晴らしいんですからね、これはね、うん、あのなんていうの、これ、うん、アーノライブルメンションっていうのをいただいた、はい、これ立派な賞、はい、うん、へー、それもいただいて、なんか世界に、なんか、何を狙ってるんでしたっけ、白浜様、ん、グラミー賞、グラミー賞、ね、そこに行くようにね、うん、なんか素晴らしいですね、でもね、そういうのがあるんですね、こういうコンテストがね、なんかこう賞をいただけたことはなんかこう大きな一歩だったなって、こう自分に
思ってて。そうですね、ボーカルとして認められた。もともと英語とかは得意なんだ。そうですね、好きですね、あの生徒にも。あなたは先生っていう塾の。そうです、そうです、あの塾講師を普段してるんですけど。講師をやられてるんでしょ。はい、英語と英語も教えるんですけど、英語と他には数学と物理と科学を。すごいんですよ。教えてますね。理系ですからね。いや、そんないっぱいできるとスカーン俺たまにもう何でもかんでもできるほうが今の人は。もうそうスカーン、歌しかできんぐらいにしたらつまらないよ。すごい頭頭のいい方なんで。いやいやいや、ね、いやいや本当に、うん、もう理系って聞くだけでね、もうすいませんって感じですよね。そうそうそう、素晴らしいね、うん、これはもうね、ソロバンとか簿記だもん ね、どうしよう、お寺でみたいな。うん、そうか、素晴らしいね。素晴らしいね。でも、それで今日ね、まあ、来ていただいたんですけども、どうですかね、その東京の方の感じっていうのは。福岡とかでライブよくやられるんでしょ。そうですね、コロナで結構やってない時期もあったんですけど、うんうんうん、今は月1ぐらいでやってます、うん、なるほどね、うんうんうん、それでそのまあ東京で今回ね、はい、ちょっともうライブの話しましょう。ありがとうございます。元山智美さん弾き語りライブ、これはソロになりましたね。はい、ワンマンライブです。ワンマンですね、いきなり。はい、これが5月の1日、はい、日曜日です。日曜日ですね、18時半から、2000円プラスワンドリンクということで、この場所がですね、阿佐ヶ谷ハーネス、ね、はい、そういうことですね、はい、うん、頑張っていただきたいと思いますね。はい、初めてなので。初めて、もう皆さんぜひ来てください。ね、ご予定空いてる方はもう、じゃあね、早速今日生歌をね、はい、一曲ちょっと聞かせていただきましょうか。う、ね、うん、はい、わかりました。ねえ、このブルーリッチギターで、かっこいいね、うん、で、さっきお話ししてた英語の歌詞で書いた曲を、はいはい、あ、これは作詞作曲。あ、そうです。素晴らしいね、はい。でこの曲が Your Way of Life っていう、あなたの生き様という意味なんですけど、うん、なるほど、はい、まあ、英語の歌詞なのでちょっとお説明すると、はい、女性の曲なんですよね、うん、で愛する人がこう、うん、こう我が道を行く人 で、うん、でそういうその人は家にこう帰ってこなくて、うん、それでこう夜がそのあなたのいない夜が永遠に感じてしまうこともあるけど、うん、でもそれでもあなたの帰りを待っていますよと、うん、でそしてあなたの生き様も愛していますという、うん、そういう曲です。なるほど、はい、ではお聴きください、はい、Your Way of Life。 When I don't know what I want to do, You alwaysBut you've come far away, leaving behind the only words. Even though I try to take walks, look at scenery, dawns of at noon. Don't even think about you, I can't get you alone.Thank you.
聞いてましたけど、すいません汚いことばっかりしてきましたみたいな、失礼しました。いやいや、まあ、いやこの Your Way of Life、うん、素晴らしい声ですね、あなたね。ありがとうございます。今日初めて僕聞いたんですよ、実はね。初めてさっきお会いした、うんうんうん、そうです ね、初めましてです。うん、それでもうどれぐらいライブっていうのはほとんど福岡中心。はい、そうですそうです。うその白浜さんの、うん、が審査員だった、はいはい、そのオーディションで、うん、に出演、あ、オーディションで受かった人たちのライブで、うん、2020年に一回その上野恩賜公園ですね、うんうんうん、あの野外音楽堂でライブをしたんですよ、うん、ブルーリッチギターの、うん、ブルーリッチライブということでしたんですけど、うんうん、もうそれが初めてでした。なるほど。それからずっとやってなくて、うん、でまた今週末ですね。そうなんだね。このぜひね、この歌声を生で聞きたいという方はですね、うん、あの本山智美さん弾き語りライブ、これ、ハーネスですね、はい、阿佐ヶ谷ハーネスお越しいただきたいと思います。これは5月1日、18時オープン、18時半スタート。はい、ぜひ、ね、ぜひお越しください。ね、これはね、おそらくね、ラジオお聞きの皆さんそんなにご存じないと思うのよ、あなたの。そうですよ、ね、だってね、存在をね、初めて。でもね、この番組出るとね、うん、すっごい羽ばたく人が多いのよ。本当ですか。うん、いや本当、いやもう15年になりますからね。いや、そうですよね、うん、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。それでね、今日はまあ生歌もまた歌っていただきますが、お便りちょっとご紹介しましょう。はい、はいはいはい、いただいてます。はい、皆さんこんにちは。ほう、雨のち曇りの博多です。あ、こっちもそうだね、こっちは、ね、曇りのち雨だな。はい、博多のみきさんですよ、うん、博多のみきさん、ありがとう。はい、先週の金玉お楽しみ様でした。ありがとうございます。なんかメッセージが届いてなかったみたいで、やっぱり。あ、本当、読んでいただいたのは。なんでかな、あ、ね、大丈夫かな、このそれね、そう、先週の私間違えて読んだんですよね、だからね、うん、読まれた瞬間、あ、天気違うしって感じたら前の週のでしたね。すいません。今週のゲストは初登場の本山智美さんですね。はい、ようこそ、はじめまして。はじめまして。恥ずかしながら存じ上げないと思ってたけど、うん、声には聞き覚えがあった。うん、キーテンミュージックに参加されていた。キーテンミュージックってそれですか、はい、さっきの言う。それとは違う。はい、また違う。また違う。で、そこに参加されてたからだったんですね。うん、YouTube チャンネルを登録させてもらい、うん、動画を拝見しましたが、うん、個人的に深みのある歌声が大好きです。うん、で、おいらが以前、五代後のお亡くなりになったギターの、うん、浅野さんのバースデーライブの MC をさせていただいたライブハウスでされてるようなのもあったんで嬉しくなりました。うん、このライブハウスはなんていうところでしょうね。なんだろうね。今後の状況活動も頑張ってくださいね。はい、数曲しか聴いていないしリクエストはありませんが、お好きな歌をお好きなように歌ってくれたらそれを楽しみます。はい、かなおさんには、ゆうだけどいつも通り何でも OK です。おすごい ね、これなんかね、ちょっとなんか準備をしてたようなね、うん、さっきちょっと最近ね髪がかかってきたからね、まあ、目も見えにくくなってだんだん ね、人の心が見えるようになってきた。本当ね、先週送ったメッセージも書きましたけど、人間は食事と出会いと言葉で作られると思います、はい、うん、かなおさんやともみさんは歌という言葉を大切にすることをされてるから本当に素敵だと思います、うんうん、ありがとうございます。見習って自分もこれからも丁寧に言葉を選んで使っていきたいもんですね。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございますね、いつもね、ね、いつもありがとうございます。ということでね、博多のみきさんのご紹介しましたけどもですね、ね、まあでも福岡はやっぱ音楽盛んだし。そうですよね。お生まれは どちらですか、佐賀ですか。いや、福岡県です。そうなんだ、はい、なるほどね、ね、多いよね、昔からそうなんだけどね、うん、福岡
そうですね、博多はね割と個性的な人もたくさんいるしね、はい、うん、音楽の街って感じがしますね、うん、最近またほらギター所っていうかギター弾き語り多いですね、女の方ね、うん、増えてる感じしません？そうかね、うん、結構いらっしゃいます、あいみょんとかの影響ですかね、やっぱり、うん、あいみょんって、あ、なんか聞いたことある、その人、なんか名前の人、その人ごめん、俺何にも知らない何にも知らないんだよね、あのだからあいみょんとか、あといろいろなんかいますね、まあいますね、あの、うん、結構いますよ、あ、そうなんだ、若い女の人、うんうん、うん、あ、そうなんだね、うんうん、あのやっぱり女性の方がたくましいというかね、昔からそうなんだけど、そうかもしれないですね、うん、それはあるかもしれないね、うんうん、私も昔はそのこのギターで弾き語りしてるあゆいとかみわとか、あ、ゆい、はい、影響を受けてよく聞いてましたね、言われていましたね、ゆいとかみわとか、あ、そうなの、ゆずとかも、まず男性ですけど、ほうほうほう、はい、あ、ゆずね、あ、じゃあ影響された方っていうのは日本の方、そうですね、最初は、うん、最初はい、今でもき、あなたの今の英語の歌聞いてたら、うん、なんかそういうちょっとあのどちらかというとなんていうかな、こう、うん、あのイギリスのね、うんうんうん、なんかこう感じするよね、うん、スコットランド系のなんかなんとなくメロディーっていうか、うんうんうん、なんかそういうのも好きなのかなとか思って、そうですね、うん、中高生までは邦楽を、うん、結構聞いてたんですけど、うん、大学になってから、うん、その佐賀ってさっきおっしゃってましたけど、うんうん、あの大学の関係で佐賀に住んでたんですよ、うん、はいはいはい、でそれで佐賀で大学のサークルでジャズ研究会っていうのに入ってて、うん、それで誰だ、まあ、誰だっつったんじゃん、あ、すいません僕でした、え、何研究会、ジャズ研究会、ジャズ研究会じゃない、まあ、本当かじったぐらいなんですけど、まあ、そこでなんかこうコードとか、こう今までその弾き語りのコードって結構簡単なものなんですけど、でもそこでジャズコードとかを学んだりとか、ね、でいろんな曲を聴くようになりました、そこで、なるほど、ね、まあ、クラシックとかが好きな友達もいたりして、それでクラシックジャズとか僕聞いてましたね、英語の曲をそこからよく聞くようになりました、うん、はい、ね、素晴らしいよね、でまずね、もう一回ですけども、このアルバム、その白間久志さんの、あれプロデュースしたアルバムを先ほどね流しましたけども、もう一枚ね、これはね、本人の、まあ、自主出版になりましょうかね、そうですね、制作の、はい、アルバムの中からね、ご紹介したし、しましょうか、はい、これはね、タイトルが月が揺れる、カラスが鳴いていて昼寝はできそうにない、空はやけに広くて空虚を知らしめてく、あの時の君の後ろ姿はなんと
目の前に揺れて滲んだのはおぼろげな月、はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。月が揺れる、話しすぎましたね、ちょっと。ということでね、いかがですか、松下さん。いやー、綺麗な声だなと思って、高音の伸びがすごいです ね、どこまでも出る感じがするなんかね、やっぱりその音楽の環境、いい、ね、環境と DNA でしょうね。そういうのがあるんだね。でしょう、うん、例えばその東京に出てきてね、はい、こっちで生活するとかっていうともう考えたことはあるんですか。そうですね、本当に最近それこそどうするかをすごく考えた時期があって、うん、でそれで、まあ、住むべきかどうかとか、うんうん、でなんかこうね、私今年寅年で年女なんですよ。ね、なんか今年はなんかこうね、うん、ターニングポイント的なああ、はい、ことを意識してて、はいはい、自分がどこに身を置くのが一番いいかっていうのを考えてまして、うんうん、でそれでまあでも うん、そこで東京に行っていろんな人に話を聞いて回ったんですよ、うん、それこそ白浜さんとか相談したりとか、うんうん、で今のところはですね、うん、やっぱ皆さん口を揃えてこう今どこでも音楽できるよって、うんうんうんっていうこと で私も最初はね、やっぱりこう音楽事務所に入ってとか、はいはいはい、そういうことも考えてたんですけど、うんうん、でも今は本当誰でも発信できる時代だし、うんうんうん、でそれをこうどんな人でも本当海外とかにも届けることができる、行かなくてもですね、うんうん、だからそうですね、なんかこう自分の曲がこういろんなどこでもこう寄り添えるものになればいいなと思って、はいはい、だからなるほどね、はい、僕らの頃っていうのはもうその、うん、結局さ出る場所がなくてオーディションを受けて、うん、僕もソニーの第1回目のオーディションで、まあ、そのデビューしたんだけども、はい、で東京にチャンスがあったら出てくるってそんな時代だったのよ、うんうん、だからチャンスなかなかそういうの なくて、はい、ただその今はね本当に今おっしゃったけど環境のいいところに住んで発信できるから、うんうん、だからもう東京来てもいいこと一つもないよそんなことないと思うんですけど、本当にね、俺そういう辛い思い出ばっかりいやいや、いやでもね、今そういう時代じゃないよね、うんうんうん、だから環境のいいところで、まあ、その世界に発信できるわけだからさ、うんうんうん、で僕らの頃には珍しかったんだけども、はい、唯一そのビートルズばっかりやってたバンドがいたの、うん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 、でその人は博多というか福岡からそのマネージャーがダイレクトにアメリカにコンタクト取って、はい、そのバンドってカーネギーホールでやったのね。へー、 それはその時代は珍しかった、うん、そういう人もいましたけども、うんうんうん、今はね
それがもうあの地方であろうとやっぱ発信できるんで、うん、あの東京ばっかりじゃないと思うよ、はい、うん、だからその方がねあのいいかなっていう気もするんだよね僕もね、うん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 、食べ物美味しいしさ、そうですね、ね、福岡めっちゃ美味しいです、はい、うん、東京ってまあ生活に追われることになる可能性も高いよね、うん、そう、そのまあ変な話家賃払って生活してみたいな、そっちが大変になると、うん、ま、みんなたくさんいるけど、うん、たくさんいるけどね埋もれちゃう、ちゃうと、そういうことに疲れてしまう、うん、かもしれない、うんうん、そういうことよりもやっぱりフレッシュでその入れるっていうのは、うん、やっぱその生活の環境だったりするじゃない、うん、そうですね、うん、だからもう仕事に疲れきっちゃってるし、うん、じゃあみんないやでも本当東京来て、うん、あの満員電車乗ったんですけど、ね、でもなんかその話をですね友達にしたら、うん、いやそんなのまだまだだよみたいな、うん、こんななってこうぎゅうぎゅうで動けないみたいな、うん、よくあるよって言われて、うん、ちょっと厳しいなみたいな、うん、そうそう、だから ねわざわざねそういう風なことにする必要ないよね、まあ、飛行機で着くだしね、うん、そうですね、うん、なんかそれが一番いいみたいな、なんか仕事、うん、ライブにこっちに来るとか、うんうんうん、時々来てればほらみんなファンも、ね、うんうん、ついてくれるでしょ、そうそうそう、そうよ、ね、だからそう思うよ、うんうん、そうですね、うん、逆にもう私たちがどっか住みたい感じがします、そうそう、なんか郊外に糸島とかいいとこなんでしょあ、糸島いいですね、あ、僕も友達も住んでて、うん、ねえいいよね、うん、環境がね、ああいう環境っていいよね、自然もあるしさ、はい、そうです、ね、ちょっと行けば都会だし、ね、ショッピングできるし、まあ、一番ね空港から近い町って福岡が一番近いからね、ああやっぱそうなんですか、うん、あそこやっぱ、まあ、基地があったからさ、うんうんうん、その影響で町の中に空港作ってるからものすごく近いじゃん、そうですね、5分で行くところがないもん、ね、うん、確かに、ね、5分っていうか、まあ、電車とか車で ね、うん、ね10分以内で行くわけだから、うん、ということで ね今日は本山智美さんですけどもいかがでしょうか、生歌いきますか、お、いいんですかいや絶対みんな聞きたいと思うよ、あ、本当ですか、はい、ありがとうございます、あのさっきあの紹介していただいたキーテンミュージック、はいはいはい、で、あの収録された曲を、そうなの、はい、そうです、あのそれもオーディションがあったんですけど、うん、それであの CD にはバンドアレンジで収録されてるんですけど、うん、それを今日は弾き語りバージョンでお届けしたいと思います、はい、はい、Your Song、
ギターも素晴らしいね。ギターもうまいね、またね。うん、すごいずっと見てたギター。まだまだですが。いや、本当本当。頑張ります。頑張ってください。吉郎頑張ります。吉郎さんも頑張ってください。吉郎はコード3つしか知らないからね。今4つぐらいは。4つぐらいは知ってるけどな。いや、本当にギターもすごいちっちゃい頃からやってらっ、中学生ぐらいからですかね。本当に。いや、すごい上手だよ。ねえ。ありがとうございます。お父様にこう教えてもらったり。いや、教えてもらったことはなくて、ないで、はい、もう自分でなんか YouTube とか見ながら、あ、本当すごい、独学で伸びました。うん、センスがあるよね。ねありがとうございます。それで、あの、やっぱりそういう塾の講師というか、はい、あの、子供たちってどれ高校生ぐらい？そうですね、教えるっていうのは、あの、まあ、小学生をとか中学生を教えることもあったんですけど、最近は高校生ばっかりで、はい、どうですか今の高校生は。もうそんなに変わんなくない、あんた、あんたじゃん、ゲストに対してあんたって。いやでも本当に、まあ、年が近い分、まあ、結構なんかこう兄弟的な感じで話せたりするので話は合いますね。うん、はい、今の子たちっていうのはどういう感じがしますか。僕はあの、うん、要するに学校を辞めた子たちのね、うん、あの学校で、まあ、歌の講師をやってたこともあるんだけど、10年ぐらいやってたのね。でみんなあの不登校だったりとか学校辞めたりとか、うん、その元暴走族だったりそういう人たちばっかり、うん、どっちかというとそのね世間に弾かれた感じのね、うんうん、子たちばっかりだったんだけども、やっぱりちゃんとこういろいろ話を聞くとやっぱり すごいあの真剣に考えたりとか、うん、音楽を通じてなんかその構成していったりとかっていう、うんうん、でそこからデビューする子もいるし、はい、いろんな人がいたんだけども、うんうん、今の子たちってどういうふうに思う？それが私も教えてた生徒たちっていうのは、うん、そういう不登校だった子が、うんうん、その全日制の高校を辞めてその通信制の高校に通ってた子たちに教えてたんですよ、はいはいはい、あ、そうなんだ。なので本当に割近いね。そうですね、うん、こう分けありというか、うんうん、ね、いろんな思いを抱えて、うん、こう通信制高校にこう転校した子たちっていうのがほとんどなんですけど、うん、なのでうん、だから本当にいろいろみんなこう、うん、今の高校生も本当に大人だなっていうか、うん、私が高校生だった時こんなに物事考えられてたかなってすごく思いますね、うん、なるほどね、うん、よく考えて、ね、だって今18歳からもう選挙権、うん、そうですそうです、うん、ね、いきなりそうだよね、うんうん、なんかね、そうそう、そう、まあ、それをやりながら、うん、まあ、そのライブ活動とかね、はい、そういうのもあるんだけども、今後のその明日の明後日か明後日のライブ、東京のライブあるじゃないですか、はい、5月1日か、はい、のライブ以外にはどんな形で近場っていうのは近いうちってなんか福岡とかでもあるんですか？そうですね、今のところあライブの予定はないんですけど、うんうん、まあ、YouTube とかですね、うんうん、SNS でこう楽曲をですね、うん、アップしたりとか、うん、カバー動画を、うんうん、投稿したりとかしようと考えてますので、ね、皆様 SNS をぜひフォローとか、ね、チャンネル登録とかしていただけると嬉しいです、ね、チャンネル登録だよね、うん、あのバズるっていう言葉最近知ったんだけどちょっと出ましたね、なんだっけ、チックタックじゃない、違うよ、TikTok、 TikTok ね、うん、チックタックはよく知ってんだけど、そうやバズるなんて知らないんで、そう、まあ、そういう SNS はこうそういう感じでずっと広げていこうっていうかね、うん、そういうのはあるんですかね、うん、そうですね、手っ取り早い、まあそれはそうだよね、うん、はい、ショートのね、こう1分動画とか で、うん、でバズる人はバズりますからね、まあ、なるほどね、あれリールとかいうやつでしょ、ありますね、あのインスタのインスタのね、うん、リール、うん、なんか、ね、上海帰りのリールだったりして話が合いません、私いくら私でも上海帰りのリール知らないよ、知らないです、知らないよね、生まれてみたいな、帰るわ帰るわいやちょっとね1分動画みたいなんでちょっといろんな人がねこう、うん、簡単に動画をアップできる、そう、今私ハマってるのがあの博多のキャバ嬢っていうのが出てるんだけど、中洲の、はい、中洲のキャバ嬢とか言って、うん、そういうのがあるの面白いの、
面白い。俺もちょっと時代についていけないな。まあだからそういう発信の仕方もそれぞれ自由ですよね今ね。誰でもみんながほら主役だからね、うん、そういう意味ではね、うん、なるほどね、うん、昔の人はあんまり出せないのかな、やり方が分かんないかな。分かんないし、なんか俺携帯すらまだちゃんと使いこなせてないからね。どんどんアップデートされていきますよ ね、使えなくなっちゃうね、うん、いやでも自分が出るのって恥ずかしくない俺いまだになんかあんまり自分の声聞きたくないんだけどそんないや本当に本当にあの、うん、だんだんほら若い頃はまだ綺麗な声出てたんだけど、うん、だんだん声ももうくたぶれてくるじゃん、うん、でそれはそれで味も出てくるんだけど、うん、ライブとかだとさあのマイクあってもマイク使わないで歌ったりするのよね、これ。で、そういう生声も聞いていただいたりとか、はいはいはい、うん、そういうこともやってんだけど、はい、ただ若い頃の声ってもう出ないから、まあ、ただ、まあ、そんなに気は変わってないけども、うんうんうん、まあ、ちょっとだからあんまりね、まあ、そんな慣れてないんですよね、慣れてないんだよ、年代はね、こう自分を出す、うん、アナログだものいや俺アルバム出したのアナログしかなかった、まあ、CD ない頃だったレコードでね、レコード版だよね。で、別のレコード会社に出席してそこも、うん、そこでちょうどレコード版と CD が同時に出てきたのね、うんうん、だから両方作ったんだよね、アナログ版と CD、ね、要するに CD を、ね、うん、まあ、でも今レコードも今からブームですもんね。そうなんですよね、ジャズとかのアナログ、うん、はい、アナログがいいんですよね、アナログがいいっていう、こうの方がいいみたいな、こうデジタルよりもですね、うん、はいはいはい、っていう人が増えてきて、うん、結構そう今、ね、そうそうそう、音が全然違うってことで、うん、なんかそういうのにこだわってる人も結構いるみたいですね、うん、なるほどね、うんうん、時代がこう巡ってきてるもんね。そうなんですよ、ね、うん、じゃあ今日ね、もう一曲なんかその CD の中からかけるか生歌を一曲歌うかっていう感じなんだけど、ね、生歌歌う、歌ってもいいんですか。いい、うん、全然いいですよ、うん、どれ歌おうかな。じゃあちょっとその、うん、生徒のために作った、はい、曲とか、おー、いいね、ほんと、ちょっと一緒、あ、ダメか、出れないか、ここ何、どうすんの、出れ、あ、出れます、な、何がいいの、あの、歌詞カード、あ、見たいんですけど、すいません、歌詞カード、あ、はい、そしたら、持ってきていいよ、持ってきていいんですか、うん、で、その間に、ちょっとおしゃべりしとくからね、CD 流すか、うん、歌詞カード持ってきて、ね、この生放送はね、こんなことばっかりするんだ、なんかこれね、俺もちょっとトイレ行ってきていいかなこれでもさ、1日ね、初めての東京でのライブだからね、ね、これもう一度ね、宣伝しましょうか、ぜひ皆さん応援に行ってきてください、元山智美さん弾き語りライブ、ね、ニュームーンっていうね、これ、はい、5月1日日曜日ですね、18時オープン、18時半スタート、これは阿佐ヶ谷のですね、うん、ハーネス、ハーネス、アコースティックライブバーになりますよね、これね、はい、2000円プラスワンドリンクっていうね、ことで、ぜひね、皆様ね、お越しいただきたいと思います。ということでね、来ましたでしょうか。はい、はい、お待たせしました、うん、タイトルは 2曲あるんですけど、うん、明るい曲としっとりのどっちがいいですか。どっちがいいかいな明るい曲の方がいいかな。明るい曲がいいですか、うん、分かりました。しっとりした曲はあんたうまいもんね、1曲なんか大好きだもん俺あ、本当ですか、うん、嬉しいです、気に入っていただいて、うん、すごく。いや、またライブするんで、もしね、リスナーさんで聞きたいという方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひお越しください。で、It's Up To You という曲を歌いたいと思います、はい、意味は、それはあなた次第という曲です。聴いてください。
一緒にやるんだけども今日はもう俺いいかな、いや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 。じゃあ、 あの博多のミキさんの ね先ほどなんかリクエストありましたね、You をちょっとともみちゃんと3人でやろうか、ちょっとね、はい、行くか、The woman 暮らすのはやめなよ、星に抱かれ眠る夜、いつもそばにいる、はい、ということで、はい、博多のミキさんのリクエストにお答えしました、はい、ショートバージョン、You をお届けしました、はい、あっという間の1時間でしたけどもね、本山智美さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。またぜひね、はい、またよろしくお願いします、遊びに来てください、はい、お相手は、はい、松下としみ、花尾芳郎でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。
りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ後ろ姿優しいあの人は